時を超えたコンチェルト、クロノトリガー実況プレイ。皆さんはこんにちは、マラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。ですね、裏作業で少し技を覚えてきましたが、意外とみんな覚えなかったんですよ。とまずルッカがプロテクトを覚えて、マールがアイスガを覚えました。でね、エイラの色仕掛けを早めに覚えた方がいいよっていうコメントを何人かの方からいただいたんですけど、すいません、ちょっと間に合いませんでした。なんでこれからまた冒険始めていくときにエイラをパーティーに入れようと思ってます、しばらくね。でナイトさんが何も覚えなくて、ロボノスケも多分覚えてないと思います。で二人技が何個か覚えたはず、多分クロノは覚えてなくて、これですね、炎蹴り、ルカとエイラのやつで、マールがアイスタックルも覚えたんだっけ。アイスウォーターは多分前に覚えたやつで、氷投げ、氷河投げを覚えました。でエイラは多分覚えてなくって、ナイトさんももう動画内で覚えたやつだったと思います。でロボノスケもね、意外と覚えなかったんですよね。で3人技は相変わらず黒の盾のトリプルアタックしか覚えてません。で今のパーティーはこんな感じ、黒のルッカーマールで、スペッキオに一回挑んでみようかと思います。なぜかというとレベルがなんで2回いったんだよ。クロノのレベルがもう30になりかけ、まあ、29なんですけど、もうちょっとでなってしまうので、そうしたらちょっとまたスペッキオの姿が変わっちゃうのかなと思って、スペッキオに挑んでいきたいと思います。で確か魔法しか通らなかったと思うんで、ちょっとこの3人で行こうかなって思います。でもね、ちょっと迷ってるんですよね。ナイトさんのヒールがすごい個人的に助かるんですよ。でもマールすごい迷ってる。あ、ちょっとやっぱマールをナイトさんにしようかな。でもちょっとスペッキオの攻撃力が前すごい高かったんで、ちょっと回復役2人にしようかな。ちょっとね、魔法属性ってことなんで、でもルッカもな、使ってあげたいんですよね。最近全然ルッカ入ってないですもんね、パーティーに。私は裏で一緒に戦ってたりはしたんですけど、ちょっと寂しいな。じゃあこの3人で行ってみたいと思います。一番コースのバランスが取れてるんじゃないかなと個人的には思うんですが、なんだおめえら腕試ししたいのか。はい、ふふ、ワクワク。前はねコテンパンにやっつけられてしまったんで、とりあえず MP が尽きるまでは普通に攻撃してこれだってもうダメージがおかしいもんな、これ。ヒールで回復して、アイスガやってみましょう。私もまだ、新しく覚えた技は私も全然見てないので、初見です。いけ、アイスガ。おお、おお。あれ、アイスが覚えてたっけ。覚えてたかもう誰が覚えてないかっていうの全然分かんなくなっちゃった。グダグダで申し訳ないです。ヒールかな、やっぱ上位魔法の方が。あ、ヘイストかければよかった。やってまったかな。皆さんの情報によると、20の後半のレベルになれば大体スペッキを倒せると思いますよっていう話なので、勝てるかな、ちょっと頑張ってみたいと思います。ク
プロのに行く分に、いやでも半分削られるんだよな。この物理攻撃が通らないのが一番個人的に痛い。すごくちょっと厳しいな。ヒールのヘイストをどうしよう、ナイトさんに先にかけようか。回復がねやっぱ間に合ってほしいので、一番ちょっとスペッキオの体力がどれくらいあるのか全然わかんないんで、それは恐ろしいところなんですけどもうね、なんだかんだ言ってボス戦よりスペッキオ戦が一番苦戦してる気がするんですよね。今までもっていうか、なんかもう足元にも及ばない感じだったから。ヒールのヘイストをクロノにかける。アールの方が良かったかな。このヘイストかける順番って難しくないですか。あと性格出ると思います。なんかね、攻撃は最大の防御派か、守りを固めて堅実に行く派かっていうのが多分分かれると思うんですけど、私は基本的に攻撃は最大の防御って思ってる、あの脳筋人間なんでやばいぞ、ナイトさんがやばい。いや嘘でしょ、ちょっと待って、デイズでどれくらい回復する、回復量によって。あーちょっとケアル打つか。いや厳しいなー、MP 消費も抑えたいんだけど、なかなかそういうわけにもいかず。いやいやいや厳しいぞ。めっちゃ厳しい戦いしてる割には BGM がすごい和んでるんで、ちょっと気抜けちゃうんですけど、ヒールのアイスが、よし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 、やった。お、ちょっと待って、3人まで来た。何アークル、おごご、俺負けるなんて、ふっふん、少しはやるみたいだな。仕方ない、これやる。スペッキをしなやかセット、この前もそうだったっけ、ちょっと違うよねきっと、もらえるもの違うはずだから。マジックカプセル1個、ミドルエーテル5個、詰め合わせはありがたい。俺戦の神気前いい、ふんふふん、ありがとうスペッキオ。また戦うのはだいぶ後になりそうですねこの分だとね、ちゃんと回復はしてくれてあるんでいいです。あ、ちょっと待って、私は技を見たかったんだ。ついに3人技が来ましたよ。もう1個、アークインパルス、敵単体に氷の魔法剣ジャンプ斬り、全力斬りとアイスガとジャンプ斬り。ほうほうほう、なるほど。マールが、氷の魔法を付加してクロノとナイトで物理攻撃って感じかな。見たいが、しかし今回は違うパーティーで行こうと思っているんですよね。あ、ちょっと、そうで、ちょっと連撮りで撮ってたんで、なんていうのかな、技ポイント稼ぎの場所がちょっとねもう終わってしまったんですよね。コメントで教えていただいたんですけど、恐竜城のとこで敵がいっぱい出てくるっていうところがあったんですけど、私ちょっともう過ぎちゃったんで、裏でヌーと地道に戦ってたんですけど、エイラの技ポイント色仕掛けが間に合わなくてですね、今回もまたエイラを入れていきたいと思います。でレベル的にロボノスケかなって思うので、こんな感じかな。でちょっとレベルが均一になってきたらルッカとかも入れてあげたいんだよな。もう難しい、この私満遍なく使いたい派なんで、ちょっと物語の進行とか、なんて言うんですかね、どうもいろいろ合わせたいんですけど、なかなか難しいということで、シナリオ通りに行くならば恐竜城跡地ですね。あそこにラボスが、
かラボスが作ったのか、なんか自然にできちゃったのかよくわかんないんですけど、エネルギーの磁場とかなんかそういう関係でできたのかわからないけど、そのゲートに入ってラボスの元へちょっと行きたいと思います。はい、ティラン城跡、あれ恐竜城って言ったよね私さっきすいません、ティラン城でした。ティラン城跡地やってまいりましたんで入っていきましょうって思ったんですけど、このパーティーだとちょっと回復の追いつきが心配なんですけど、まあ四角ボタンでいつでもパーティーをチェンジできるので、まあこの辺は大丈夫かなと思っております。もうレベルもちょっとみんな均一になってきたかな。で、前回のパートをね、アップして、私がエイラたち人類と恐竜人、アザーラさんたち恐竜人がね、共存できるんじゃないかっていう話を言ってたんですけど、もちろんそれに賛成してくださる方もいらっしゃって、この世界の気候とか、大地の、土地とかの大きさによっては、その共存っていう道が難しいんじゃないかっていう意見もいただいて、ああなるほどなーって思うことも、皆さんのコメントを見て、あそうかもしれないっていう考えもねいっぱい出てきまして、なんかそういうのが実況のいいところだったりするかなって個人的に思いました。皆さんコメントありがとうございます。いつも時空ジャイロは王国歴前前1万2000年恐ろしいほどの昔です。ここ時空ジャイロっていうの？ここどこだ黒？これなんか土地の表示出ませんでしたっけ？出ないか。なんか外があるっぽいんで、また新たな、お、小さな洞窟。ちょっと待って。あ、なんかあるぞ。地の民の洞窟。なんだあの上のやつ。鎖で繋げられてるやつ、みたいな。表現力の乏しさ。ん？これなんかはしごが上げられちゃってるみたいな感じなのかな？それとも上から来るのかな？まだ来るところではないかもしれない。でもあれですね、外はすごいなんか雪景色というよりも猛吹雪な感じですけど、中は緑が生い茂ってましたね。これどこに行けばいいんだ、そもそもの進む場所がわからないんだけど、こっから出てきたんだよね。おっとなんか、近代的天への道召されそう、なんか。こっちはないのか。なんかこういう山もさ、意外とダンジョンとかだったりすんのかな。ちょっと待ってね。こういう時に地図を活用、間違えたね。地図を活用すればいいんですよ。わからないですね。BC12000。まあ、でもエイラのいた時代よりはだいぶ後かな。そうだよね、なんかラボスが落っこちてきて氷河期が始まるみたいなことをアザーラさんが言ってたんで、そうで、アザーラさんは未来予知の能力があったんじゃないかっていうコメントもいただきまして、ああなるほどと思いましたね。私はなんか未来からの干渉を受けてるとかと思っていたので。はぁ、なんじゃこりゃ。あ、なんか紋章的なあるけど、おお、あー、なんか文字通り丁寧の道なんだね。お、ピラミッドみたいなマヤ文明的な何か建造物があるけど、おお、なんじゃこりゃ。え、すごい。
エンハーサ、天空都市、おお、あ、え、魔物、ここは永遠なる魔法王国ジール、すべての望みの叶う場所だけど、その代償がどのくらい高くつくかは知らないけれどね。あ、なんだなんだもうなんかリアクションがどうしても大きくなっちゃうんだよな。あら、不思議な旅の方たち、これも夢の続きなのかしら。ようこそジールへ。我が魔法王国ジールを導くのは女王ジール様、このように二人といない美しく偉大なお方ですよ。おー、なるほど、ジール様ね。今日のジールがあるのは全て女王様のおかげです。戦を亡き後、女王様がこの王国の魔の力を高め発展させたのです。やすや寝言かーい。ずいぶんはっきりした寝言だな。あ、燃やしちゃった、ごめんなさい。ようこそエンハーサに。あ、エンハーサは魔法王国ジールの夢見る町です。この町はエンハーサで、王国自体はジールね。眠りの喜びの中で真理を探しているのです。おや、しかしあなた方は、何、気になるんだけど、何それ、含みのある言い方。いや、でもこれ、はあ、なるほど、もしかして炎の魔法書みたいな、そういう感じなのかな。へえ、面白いな、ちょっとびっくりしちゃったけどとりあえず、あ、これさっきの人だ。あなたの目に見えている世界と私の目に見えている世界とは全く違うものなのかもね。いい？宇宙は生命の数だけ存在するわ。見えるもの、触れるものだけが本当と思っちゃダメよ。はあ、なんか真理っていう感じがするけど。おー、なるほど、水の属性の魔法ですね。スペッキオ人形がある。スペッキオじゃないんだよな、これ。マモだっけ。運命というものは存在すると思いますか？この世のすべてはあらかじめ決められているのだと。どうでしょう？まさにそう思う。絶対そんなことはない。お前なんかのした。なんでこんな辛辣なこと言うの？もうちょっとやんわり否定すればいいのに。でもさ、運命自体は信じるけど、なんか、定められていて、どうしても曲げられないのが運命だっていうのはあんまり信じたくないかな。そうですよね、やっぱり私たちの道は私たち自身が切り開いていくのですよね。いいですか、そのための扉が一つここにもあるかもしれませんよ。なるほど、グーグー、私の中にこそ真実はある。私の中、夢の中にこそ真実はある。私の中にこそ宇宙はある。哲学か。みんな寝てるね。みんなではないけど、ほぼほぼ寝てるよ。この人は何なんだろう。案内人みたいな。私はドリーン。閉ざされた道を求めなさい。順序よく知識の扉を開けてね。なんか、謎解きのヒントなのかな。天、命、火、水の星の力により生み出された武器、防具がかつて女王の命令で北の宮に封印された。北の大陸に見えるのがその入り口だが、もう誰にも近づけぬのだよ。あれか。そこに武器が封印されていると。ぜひ欲しいところだけど。北の宮の扉は強力な術で封印されています。我ら光の民ですら、光の民っていうのは、あの封印を解くことはできません。ここはショップかなんかかな。ショップですね。ハイポーションちょっと欲しいかな。高いけど5個ぐらい持っとくか。シェルターも意外とある。
エーテル買っておきたいね。ミドルエーテルも結構あるからな。まあでも10個ぐらいは買っとくか。10個になるようにね。あとはいっかな。ちょっと武器とかが来たら武器防具が欲しい。え、お、なんだ。私たちに何かご用でしょうか。どうした、うまい。その動物、うまいか。ちょっと、エイラは何でも食べる方向に持ってくな。ん？黒い風が鳴いてる。あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。ちょっと待って、やめて、そういう展開。お、本当ですか。予想確率は。あの少年、なぜあんなことを。あのチビ、変。でも悪いやつ違う。ちょっとやめて、私そういうのめっちゃ、なに？回復かな？もうすごい嫌だ。ここは回復の泉。さあ旅人よ、心の傷を癒し、命の渇きを潤しておきなさい。ただの回復ポイントはありがたい。北の宮の中は一体どうなっているのかな。宮で合ってんのこれ、宮。あの封印を解く鍵も宮殿にはあるのだろうけれど、女王様のご命令じゃな。うーん、なるほど。これが風か。女王様の宮殿はこのジールの中心、西の大陸の頂から常に世界を見守っていてくださる。西の大陸だから私たちもこうして安心して夢の中に安らうことができるのだよ、むにゃむにゃ。あの少年は何なんだ。西の大陸の外れにあるのが魔術都市カジャール。さまざまな魔術の研究を行っております。飛行船黒鳥号、コック超号もカジャールで整備されるのですよ。クークー、まあよくわからんが。何のこっちゃ、今のところよくわかりませんが、あの消える人は何。知恵の扉がうんぬん、順序よくうんぬんって言ってたけど、ちょっとよくわからんぞ。これは何にもないのか。とりあえずだ、北への道。ああ、なるほど、これで移動できるんだね。なんか民家かと思った。あ、なるほどね、全部ワープシステムになってんだ。なるほど。でも地上経由していかないといけないわけですね。直接あの浮島から浮島へ行くことはできないと。なるほど。下の世界にはか地上ね、人類とか生き物は住んでないんだろうか。でも地の民のっていうのがあったから、多分住んではいるんだろうな。難しい。まあまだこの時代来たばっかりですからね。これで初見のくせに全部分かってたら怖いよ。なんかそういう予知能力がそれこそあるんじゃないかって。おー綺麗だな、思っちゃうけど。上にも行けそうだな。小さな洞窟、あの上にいんのかな、女王様が。ここが魔術都市ですよね、カジャール。とりあえずいろいろ回ってみたいと思います。なんかちょっとまがまがしいものが飾ってあるぞ。ここは魔術都市カジャール。王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため、さまざまな研究を行っております。女王様大丈夫か。とか言ってめっちゃいい人だったら申し訳ないんだけどね。地の民と呼ばれる魔力を持たぬ者たちは雲の下で昔ながらの暮らしをしています。所詮彼らは私たちのような特別な力を持った人間ではありませんものね。
なんかね、やっぱちょっとテイルズ・オブ・ディスティニーの話、違うゲームになっちゃうんですけど、その天上人と地上人の関係なのかなってチラッと思ったら、ちょっとそれっぽいな。あら、変わった気をまとっておられますね。やはり術を使われるのですか？けど私たちのものと比べると随分と原始的な術のようですわね。ほうほう、ちょっと皆さん天狗になっていらっしゃるかな。そんな感じがする。ここにも魔術の本はあるみたいだね。そもそも我らの力はどこから来たのであろうか。なぜ術の力を持つものと持たないものとが存在するのか。難しいですね。その辺はわからない。素質の、あ、ムーがいるぞ。素質の問題なのか、もともとの、それも素質だよな。後天的なものなのかもしれないし。あ、ショップ、あー、ここにも売ってるんですね。でも今さっき買っちゃったから大丈夫です。ここプラチナ製防具ある。でも女王様の許しないと売れない。なるほど。すいません、ちょっとカットしました。南の小大陸に見えるのがかつての太陽神殿だよ。星の力を秘めた太陽石を祀っていたのだけれど、新しいエネルギーが利用されるようになってから完全に閉ざされてしまったんだ。北の宮と同じようにね。もう古い星のエネルギーなんかいらないんだってさ。え？この人もショップなの？あ、違った。そういうことか。あれかな？天体みたいな感じなのかな？わからないけど。ああ、びっくりした。太陽系みたいな？何でも原始時代にあったという虹色の貝殻と、これトレジャーハンターだかの人が探してたよね。太陽石を合わせれば素晴らしい武器やアイテムが作れたそうだよ。どこで手に入れられるんでしょうか。でも今じゃそんな技術を持つのは命の賢者様だけだし、それに星の力を捨て去るようにってジール女王のご命令もあるしね。花はこんなにも美しく満ち足りているというのに、私は花になりたい。もうちょっと漢字使ってくれてもいいけど、なんかひらがなばっかりだと逆に読みづらかったりしますよね。ここは回復の泉。ありがとうございます。なんか名の属性の本だけないんですよね。あら、あなた方の力は私たち光の民のものとは少し感じが違うようですね。なんでしょう、不思議な優しさを感じますわ。あ、よかった。なんかそんな負のエネルギーっぽいやつじゃないならよかった。ジール女王には2人のお子がおられる。サラ様とジャキ様だ。サラ様は素晴らしいお子であられるぞ。人並み外れたすごい魔力を持っておられるのだ。あれだけの力があれば人生はもうバラ色であろうな。ジャキ様は、なんかあれか、優劣でちょっと決めちゃってる感じ。なんか上に光ってるんだけど、話し相手といったら姉のサラ様といつも連れて歩いているあの猫くらいのもの。ジャキ様の話？一体ジャキ様は何を見て何を聞いていらっしゃるのか。わかんない。待って、さっきの子がジャキ様なんじゃない？珍しいことに最近ジャク様の姿をよく見かけますね。なんだか落ち着きなくあちこち出歩いているようですが。そうだよね、猫連れてましたもんね。なんかちょっと紫っぽい子。なんかあの上の方キラキラ光ってませんでした？ほら、あれどうやって撮るの？わかんない。まあ、いっか。ムーはいっぱいいるな。噂ですが、サラ様の魔力は母親である女王の力さえはるかにしのぐということです。それに引き換え弟のジャキ様は王家の血筋であるというのに全く魔力を持たないらしいのです。なんかそういうの難しいよね。
わしは術の力を高める魔法のカプセルを研究しとるのじゃ。もうあなたが。しかし最近よく大切なカプセルが消え失せてしまうんじゃが、いろんな時代に飛び散ってんのかな。きっといたずら好きのヌーメが隠して回っとるに違いない。まったく困ったもんじゃわい。ヌーは本当に何者なの。おっと、そのカプセルは未完成のサンプルじゃぞ。残念じゃったな、ほうほう。あー、すいません。このヌーには話しかけられないみたいですね。宮殿に不思議な預言者が現れたという噂を聞きましたよ。詳しいことは知りませんが、すごい魔力の持ち主だそうです。誰だろう。天、明、火、水の星の力よりもはるかに強力な新しいエネルギーの利用により、ジールはここまで栄えたのです。なるほどね。このジールには命、時、断りの三賢者様がいらっしゃいます。術や知恵で彼らにかなうものはおりません。三賢者様。ヌーだ。水は風を呼んで、風は火を踊らせる。なんか命だけはぶられてるの、なんで。昔賢者様から教わったのですが、太陽石には太陽の無限の力を蓄えることができたのだそうです。ただし力を使い果たすと輝きを失ってしまって暗黒石に変わったとか。興味深いですね、いろいろ。知っておるかね、旅の人。黒曜じゃない、暗黒石を日の当たる場所に寝かせておけば失われた輝きを取り戻すことができるのじゃ。エコだね。ただしそのためには気の遠くなるような長い時間が必要でな。あの輝きをに目にすることはもう二度とあるまい。なるほどね。黒のたちみたいに時代を渡り歩いていれば別かもしれませんが、まあ、普通の人たちにとったらそれは難しいでしょうしね。なんか興味深いものがいっぱいだな。中央の海の底に見えるのが女王様の偉大さの証、海底神殿です。海底にあるんだ。海底神殿はあらゆる生命を導く輝きの源となるのです。おー、偉大なるジール女王よ。女王様の名前と同じなんだよね、この国の名前。多くの地の民たちが海の底で神殿建設に当たっております。建設中なの。あのような者たちでも役に立つ時があるのですね。もうなんかやだな、そのつっかかる言い方で。この紋章さ、なんか封印されたあれとかとは違うのかな。なんか変な箱ありますじゃん。ありますじゃんっておかしいだろう。なんか各時代にあるやつ、ご覧なさい。あの巨大な鳥こそ断りの賢者ガッシュ様が設計された。あー、なるほど。黒鳥号です。カラスかな。文字がね、読みにくい。自由に空を舞う様はまるで生きているかのようです。ガッシュ様はやはりすごい。ガッシュっていうと別のキャラクターが私はどうしても頭によぎってしまう。海底神殿はまだ建設中です。計画に少し遅れが出ておるのです。青い海の底の永遠なる神殿、完成したらさぞ美しく立派なものになることでしょう。確かにすごい綺麗な感じはしそうですね。でもあんまり深海にありすぎても日の光が当たらなくて、それはそれで私は嫌だなと思ったり。水の中ってやっぱ綺麗ですけどね。この人話しかけたっけ。ああ、話しかけたわ。じゃあどうしよう。もうちょっと、あ、これか、噂のガッシュ様の。なんでこんな不穏な BGM なわけ。